YouTube どうも、キピです。監督です。100の質問をされた感想をどうぞ、はいはい、あ、俺がですか、うん、あ、意外とむずい。何やってんだろうってなるよね。まあそうですね、途中から何こいつは何を詮索してるんだ確かにな。逆に、まあ確かに精神異常ですよだゆいちゃんも大変だったと思う。まあそうですね。何ってなってると思う。まあ人気があれば、まあ、またやろうかなって思います。はい、人気出てください。最近どう、関東茨城してる。どうも、ゆいです。手逆じゃね今関東茨城体験中。どう、茨城ツアーですか。茨城ツアー体験中。監督の大好きなカイドウレーザー、久々のね、久しぶりだね。ツーリングじゃないですかね。そう、あのね、急遽ちょっとお話をいただいて、あの茨城と群馬の方たちがね、ちょっと集まって走るよっていうのを聞いたんで潜入しに参りました。これ書きしたの、ちょっとエンジンかけてみましょうか。そう、でもこっからあとね、10台ぐらい来るらしいよ。うん、ここどこですか。ここ、はあ、関東茨城。関東茨城、はい。すごい、なんか後ろの黄色い建物があれですけど、あ、イエローポートです。イエローポート、ええ、水戸大洗インター降りてすぐすぐのところ。はい、だからあれです、海水浴に来た人はここで最後お土産となんかお寿司食って帰るみたいな。あ、なるほどなるほど。そうそうそう。え、飯ここで食わないんですか。飯はここじゃないんです。あ、飯はここじゃないんですね。そう、ここでちょっと集合して、はいはい、こうね、走ってって、向こうにね、市場があるんで、あっちの多分、あ、そこまでツーリング、市場に向かってツーリングしていくんじゃないですかね。なるほどなるほど、うん、だから天気も一応ギリギリ持ってるんで。そうですね、いけんじゃねえかなと。頑張ります、撮影を
そう、あのね、あの最初いたあのイエローポートから一応大洗のね、あのかの有名な駐車場の方に走ってきたんですけど、雨降ってきちゃったね。せっかくいい感じだったのにね。そう、ロケーションいいんだけど、しかも私さっきみんなの車撮ってたら、もうステッカーぶちまけてきてよかった、拾ってもらって。そうですね、いや、すごいですね、今日台数がいっぱいいますね。もう、まさく喜ばしいんじゃない。まあ、そうですね。ね、昼は初めて。そうだね、日中のツーリングは初ですね。これな、雨じゃなかったらロケーションマジいいんだけどな。風も強いしね。うん、寒くなったあ、しかもあのステッカーとともに私マスクが飛んでいきまして。いや、マスク不在、今マスク不在なんで、ちょっとね、距離を保ってください。ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスしてください。いや、すごいね。でもあれっすね、群馬の人は悪い。群馬の人ね、悪いね。ただは群馬怖。群馬の車怖いっすねわしも群馬だけどそうね、群馬の人の車の方がちょっとやんちゃ感がすごいですね。やんちゃ感がすごいですね。ちょなかみなと来たよ。なかみな昼飯です。なんかいろいろあるんですよ。お寿司屋さんとか、ね、こういってんの、どんぶり屋さんとか、ほらカニ売ってるし。本当だ。普通に市場あるから海鮮も買えますよ。なるほどなるほど。今日監督夜みんなでバーベキューすれば。え、どういうことですか。海鮮買ってて。あ、なるほどなるほど。そうそう。あれ、みんなどこ行ったん。すげえ、すげえ抜けた。これで全部一応育てますか。はい、大丈夫です。いただきます。重い。食レポ、食レポ。重くてどれ500グラムくらい。激ラマじゃん。え、やばいじゃん。失礼。え、どうしたらいいの。どこまで。もっともっと。あ、そういう取れるやつ。めっちゃあっちいんだけど。めっちゃサクッと。あ、あかん、あかん。ちょっと内側を出たがってさ、効かないな。そうだ。でもさ、ここでポキって折れちゃうんだけど。ああ。ウニから行ってみる。あ、ウニ食べれるようになったかも。え？ウニ食えなかった？うん、嫌いだった。美味しいです。美味しい。美味しいです。ごちそうさまでした。すごかったですね。わかった。休憩したら外行きますか。そうですね。ちょっと一休みしてから外行きました。現在茨城県那珂湊市は那珂湊は大荒れです。ということでお腹いっぱいになりましたね。お腹いっぱいになりすぎましたね。結構ボリューミーでしたね。だいぶボリューミーでしたね。あそこ行ってきました。山朝天気良かったらね。そうそう、あの海の見えるレストランなんでめっちゃ気持ちいいんですけど、お腹いっぱいにもなったし、ちょっとゆっくりしてから適当に帰りたいと思います。